NTT ドコモは来月からスマホのアプリの設定などをサポートするサービスを全国のドコモショップで始めると発表しました。対象となるのは LINE やメルカリ、モバイルスイカ、Twitter などドコモのサービス以外の8つのアプリで、ドコモの回線契約者を対象にインストールや初期設定などを1つのアプリにつき1650円でサポートします。このサービスはこれまでおよそ250店舗で試験的に実施していましたが、利用者から好評の声が多かったため、全国的に導入することを決めたということです。